こんばんは、マイマイチャンネルです。なんかもう、顔がすごい暗くなっちゃってるね。こんな感じ？こんな、光に当たれば。今日はですね、今、見ての通り、お風呂上がりでございます。今日はですね、さんちゃんからいただいた、このピカチュウの、なんだろう。パック パックをしたいと思って、動画を撮ってます。ですね、本当はね、生ライブでやりたかったんだけど 時間も遅いので、また、次の時にと思って、ライブはやめにしました。すごいよね。湯上がり。すごいことになってます。で、今ね、下地も全部、整えたので、これから、さんちゃんからもらったピカチュウの、パック、どんななるでしょう。ピカチュウみたいな顔になると思いますよ。お楽しみでございます。では、あー、すごいよ、ほら。これ、ピカチュウだよ。いやー、これすごいわ。すごい。すごい、これ。いやー。いやー、どっちがどうなんだかわかんないけど。こう？あ、こうか。こうだね。ピカチュウみたいになってます。こんなのもついちゃって。見てください。これ、頭につけるのかな、これ。まずわかんないけど、ちょっと試しに。まずは、なんかね、レモンの香り？もうね、メガネ外してると何にも見えてません。ピカチュウになってますか？ どうなんだろう。なってないのかな？あ、これは？あ、鼻のとこはこうなのかな？まぶたの下がシワだし、すごいシワ。今、何分？ 15 分。15分なので、だいたい何分ぐらいすればいいんでしょうね、これは。ピカチュウの、これで、ピッカピカになるかしら。ちょっと。これってね、このまぶたのここって、こう目つぶってこういうふうに上に上げるものなのかな？違うのかな？どうなんだかわかんないね。どう？ピカチュウです。これ、やっぱりこれ邪魔だね。邪魔だねって言ったら 怒られるね。こんな感じ。そして前に、パック動画、撮った時に、ここに余ってるやつも、一緒にね、してくださいって、言われたので、手に、してもいいし、もったいないのでね、エキスを、こんなように、下に下がるから上の方にね、つければいいんですよね。下にどんどんここに下がってくるので、まあ、ここも大事ですよ、二重顎で。タランタランになってますから ね。こんな感じで。そして余ったエキスを、手のね、ここにもつけたいと思います。こんな感じ。まだあるかな？まだあるのかな？ないのかな？ないのかな？ないみたいですね、もう。たっぷりいただきました。それとですね、今日の、
今日はですね、にんにく焼酎、にんにく酒を飲みますね。うん、あ、効く、すごい効く。甘いし、にんにくが強いし、焼酎なので、わあ、もうここら辺にグーって、入ってくるのが、わあ、もうね、すごいわ。そして、お酒の魚がないので、キティちゃんのゼリーを、ゼリーを食べます。こんなゼリーを食べます。かわいいキティちゃんですよ。これ見えます？かわいいキティちゃん。おいしい。おいしいです。ゼリーだからね、夜大丈夫でしょ。そうやって自分に言い聞かしてます。もう一個あるので、もう一個も食べます。すごく美味しいです。美味しいから、パクパク食べてしまいそうなんだけど、いつもね、2個ずつにしてます。2個ずつですよ。ではまた一口いただきます。もうね、12月も半分過ぎましたよね。15日も終わって、今日はですね、16日です。今日は昼間ライブもしましたし、それから動画も1本、アップしてますし、動画も札幌のイルミネーションの動画、大通公園まだあったんだけど、寒くてできなくてね、あれで終わりました。ではもう一つ食べます。あと何個残ってんのかな。あ、1個だわ。これは明日のおやつにします。でしょ。これはですね、これはこんな感じだけど、こっちはですね、キティちゃんのこんな可愛い、こんな可愛いキティちゃんですよ。可愛いね。賞味期限あったのかな、こんなに取っといてるけど。わお。賞味期限ありました。賞味期限あったけど切れてません。12月24日、セーフ。セーフです。ではいただきます。いやー、なんかね、お酒飲んでるからこんな甘いものじゃなく、なんか燻製とかなんかそういうものを食べたかったわ。おいしい。今度晩酌ライブとかしたら楽しいかな。こんな感じ。焼酎にニンニク酒です。明日はですね、またね、朝から老人会に行ってくるんですよね。老人会は、本当はね、明日私当番ではないんですけども、なんか当番の人が遅くなるっていうことで、
早く行ってお手伝いしようと思って、また朝から明日は老人のお世話で、あと5分です。まあ老人のお世話と言っても明日はですね、老人会の忘年会なんですよね。また動画も撮ってこようかなと思って今回、パックを終わる前に飲んじゃいます。あと少し。この間ですね、お友達とクリスマス会をやった時に、動画は出してないんですけども、まずビールジョッキーで乾杯ってしてね、それからハイボールが何杯飲んだんだろう、5、6杯飲んでるうちに、11時になりましたので タクシーを呼んでもらって帰ってきたんですよそれで今日のライブでお見せしたスツールもらってきたんですよね。スツールの写真を組み立てたので写真も一緒にアップします。では最後2、3滴の、焼酎でございます。ごちそうさまでした。もうそろそろ湿り気もなくなったので撮りたいと思います。ピカチュウ撮っちゃう。こんな感じ。わーわーわー、なんかこれに余ってる、もったいないからこうつけましょうか。どう思います？こんな風につけた方がいいかな。カスだからいらないのかな。今日はちょっと暖かくて、道路に溜まっている雪が、溶けてきてましたね。髪、カットしたんです。今日ですね、カットして、もうここもスレスレに切ってもらって、そしてですね、髪の毛も染めてみました染めましたよ今日、これでですね、まあ1ヶ月ぐらいは大丈夫かなと思ってます。それからですね、ここのシワなんですけど、ここの手入れはどうしたらいいでしょうかね。それからここのほうれい線、これはですね、まあマッサージも必要ですけど、中からもマッサージしてくださいってこの間テレビで言ってました中からっていうことは舌でね、口の中でこんな感じでやるといいですよっていうふうにやってるんですけどね、取れませんよね。70歳になったらもう取れないですよね今日はもうこれでパックも終わりましたので、皆さん、私のパックの動画見てくれてありがとうございます。ではまた、次の動画でお会いしましょう。さよなら、さよなら。